野崎さん、ムービースターになっちゃったと。やめて。 N 紫の天使で初主演のですね、大役を監督がもうこの子がいいって言ってくださったことがきっかけで、うん、まさかの主演をやることになり、うん、役どころ、はい、女殺し屋です。女殺し屋とよく言われるんですよ、はい、まあすごい似合う似合う殺し屋似合うって喜んでいいのかなと思って。海外で言うとザ・ロック、すごいとこ言いますね。だからアカデミー賞行きましょう。アカデミー賞行きましょう。すごいこと。着物着ていきますよ。そうすごい。